ゆきひなです。この度、ファースト写真集羽ばたきを発売することになりました。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。この写真集のコンセプトは、普段の私です。自然体で身近に感じることのできる、そんな一冊となっていると思います。この写真集を出すことができたのは、1年間支えてくださったファンの皆様、そして応援してくださったファンの皆様、そして支えてくださったファンの皆様のおかげだと思っています。この写真集をきっかけに、さらに大きく羽ばたけるように頑張っていきたいと思っています。お気に入りのカットはこちらです。普段の私ということで、普段の寒い日の朝、黄砂が出てるかなと思うカットなので、こちらのカットがお気に入りです。ご自分で点数をつけるとしたら、今回の写真集の出来はいかがでしょうか。はい、今回の写真集の点数は100点です。じゃあもう完璧、直すところない。そうですね、もう完璧に、もう一枚一枚本当にこだわりを持って作った写真集ですので、100点といった感じです。どういったところにこだわりましたか。はい、そうですね、あんまり表情を決めるというよりかは、やっぱり自然体な部分が現れているような部分の写真を選ぶようにして、こだわりました。本当に素晴らしいスタイルだと思うんですけれども、はい、そのスタイルを保つために何かこう毎日やっていることですとか、はい、逆にやらないように気をつけていることですとか、何か秘訣はありますか。そうですね、食事制限はこうやっぱりちょっと食べ過ぎた時には気をつけるようにしています。でもこれといってこれは絶対にしないとか、そういうのはあんまり決めてないかなと思います。気をつけてるのはちょっと食事ぐらいですかね。そうですね、食事制限をするなど食事の面で気を使っているかなと思います。料理などはご自分でされるんですか。料理は、実家暮らしなので母がしていて、自分はあまりしない方かなと思います。お母さんがこう食事気をつけてくださってるんですかね。そうですね、お母さんと相談してっていう感じかなと思います。どなたか憧れているこうタレントさんですとか、女優さんですとか、モデルさんですとか、目標の方はいらっしゃいますか。私は、女優の方のお仕事、演技のお仕事を頑張っていきたいなと思っていて、それで演技の方で、橋本環奈さんにすごい憧れを持っているので、その方を目標に頑張っていきたいなと思っています。新春の表紙っていうのは顔なんですけど、はい、普段の私コンセプトですけど、その写真が表紙に来た時の感想とか、はい、その写真を初めて見た時の感想をいただけますか。そうですね、